しみにしています。コズミックカレッジもありますし、なんと宇宙飛行士の更新もですね、なかなかできないです。宇宙飛行士、今日はですね、アメリカの NASA とつないで、そういったところになります。まずですね、今日1日の流れを簡単に、ご案内したいと思います。まずこの後すぐですね、ディスカバリーキッズ科学実験館と、さあ、今度その他、はい、大西宇宙飛行士です。皆さん、お願いします。こんにちは。宇宙飛行士が外に出て行って直さなければいけません。そういったために、私たち宇宙飛行士の訓練として船外活動というのは非常に大きな、ウエイトを占めていることになります。日本の実験と希望の射程写真ですね、この希望もこうしてちゃんと実物大の大きさでプールの中に沈んでいます。大西さんが宇宙飛行士になりたいくらい宇宙に魅力を感じたことは何ですか？宇宙にすごく魅力を感じるのは、宇宙が、まだ人間がまだまだ知らないことがたくさんある未知の領域だからです。人類がこの宇宙空間ということに出ていくことによって、また新しい、発展につながるんじゃないかなと、そういう期待もあって、私はすごく宇宙に興味を持っています。ありがとうございます。宇宙飛行士になりたいという夢はいつから持ちましたか？はい、どうも最後の質問ありがとうございます。宇宙飛行士になりたいと思ったのはいつ頃からですか、ということですね。僕が一番最初に宇宙に興味を持ったのは、小学校2年か3年生の時ですね。父親に連れられて映画館に、スターウォーズという映画を見に行ったんですけれども、その時に初めて宇宙というものに興味を持ちました。その時から、宇宙飛行士になりたいなと思ってます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。大西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、大西講師ありがとうございました。はい、皆さん大きな拍手をお願いいたします。あ、ブルースーツのお兄さんお姉さんも協力してあげてくださいね。ちょっとお手伝いが欲しいというお気持ちはね、まずはね、袋を出してください。切っちゃったらいいよ、急いでくれば切った方がいいですよ。はい、残り10分できたかな。でなんでこう宇宙に興味好奇心を持ってもらうのかっていう、つながりが分かんない。10年とか20年とかというスパンになるので、そういう中で本当はみんなもこう考えたら一緒になってやっていかないといけないはずなんだよね。まあ、それはさ、前の企業の話でも言ったような。だから後々そのこういうのが実現する頃には僕らが今その社会の中心やからそうそうそう、一緒になってやっていく次の JAXA を担う世代ね。
私たちは宇宙で日本を元気にするという提言のもと、今日本で起こっている問題についてまとめました。次に無気力や無関心な若者に気力を与えるために宇宙を利用できると考えました。最後に財政問題を解決するために日本の優れた観測技術などをもっと海外などに売り込んで宇宙開発でもお金を稼げるようにするなどを考えました。ツイッターやブログなどで宇宙に興味のない人も宇宙に目を向けてもらうなどの活動があると考えています。将来的には自分たちで宇宙関係で起業し、より宇宙や地球の情報を発信することが可能だと考えています。最初に思ったことは何ですか？まず第一に、みんなと、コミュニケーションが取れるかどうかが一番心配でした。ただ、まあ、ここに集まっているメンバー全員が同じことに興味を持って参加したメンバーなので、すぐに打ち解けることができました。質問じゃなくて、こうしたらいいのかって、こうしたらいいんじゃないかということも、まあ、思いついたんですけど、お困りだとか宇宙に関係、宇宙に興味ない人にそのために、月とかにマスドライバー飛ばして、そこから石なんかを持ってきて人工の流星群作っちゃえばいいんじゃないでしょうか。今の意見にもし参加したということで答えてくれる人いますか？すごいいい発想としてはいいと思ったんですけども、それにはかなり費用がコスト的な。この2日間18人で頑張って作った提言書です。今回はこの企画を開いてくださりありがとうございました。知れて面白かったし、勉強にもなったし、楽しかったです。非常に知らないことが多くて、宇宙が近いんだなということを、学んだというか、大人になって分かりましたね。私は宇宙のことがとても大好きで、とても参加してよかったです。ビニールのロケットを作った、糸川のところに飛ばしたことがとても楽しかったです。自分一人で考えている提言とは実際なんかこうそれしか思いつかなかった。でそれを提出してきたんですけど、そのなんかこっち来たらなんかみんな全然違う考えを持ってんだなって、こういう考えもあるんだなって、いろんな考えを知ることができたのが一番の成果だと思います。だから今までは勝手な大人の若干の想像があって、わざと分けてたりとかですね、年齢があまりこう離れるとプログラムがどっちに合わせていいか分からないみたいなのがあったりしたんですけども、それはまあ科学的なレベルはいろいろあるかもしれませんけど、今日みたいになんか同じ方向のことをやったら最後は幼稚園でも高校生でもなんか将来に向かって私たち何やりましょうかという時は一緒に話をしても何の問題はないんだなということが実は分かって、ちょっとこれからの宇宙教育センターの活動にもね、非常に少しこうプログラムを変えたりバリエーションを増やすのに役立つんじゃないかなと思いましたね。今日初めてですね、それは。はい。